バーチャルカストはドアンゴとインフィニットループが共同開発した VR ライブコミュニケーションサービス。現在は両社合弁の株式会社バーチャルキャストが開発、運営している。2018年4月13日の第3弾ニコニコ超会議2018発表会で発表され、同日にサービスが開始された。ニコニコユーザーのみ、弓湯が開発していた企画に、 ドワンゴが協力した形となっているに就任。2019年7月31日からスティームでの配布形態に変更。2020年3月から先行実装のベータと安定した運用の正式版の2形態で配布する。商用ライセンス形態は個人向けのコンシューマー、法人向けのビジネス、バーチャルキャスト社が番組制作をサポートするエンタープライズの3つに、 分かれている。アーチャルットのような VR 空間でのコミュニケーションツールである。インターネット性配信ではニコニコ生放送、YouTube Live、オープンレック t v ツイキャス Twitch、ショールーム、リアリティに対応している。対応サイトの一つであるニコニコにおいては主にユーザー性放送で使われるが、バーチャルユーチューバーの出演する。 ニコニコ公式の番組にもしばしば用いられる。VR 空間上で他の配信者の放送に直接訪れる突機能や視聴者側でツイッターやニコニコ生放送、ショールームのコメント、画像を配信空間上に投稿させる形で鑑賞できる独自の視聴者投稿機能、その他にも VR 空間内でのお絵描き機能やカメラなど配信を充実させるための豊富な機能が 備わっている。また、VR 機器がなくても、ダイレクトビューモードにすることで、PC モニター上から直接操作することもできる。2018年4月13日に、サービスの提供が開始された後も、継続的にバージョンアップを重ねている。2019年5月末には、ライトフライヤーライブエンターテイメントが提供する、配信サービス、リアリティでの配信を可能にする。 事業提携が結ばれた。同年6月上旬には、ショールームとの事業提携を発表、当ールを用いて配信が行えるようになったほか、二社合同による公式番組も決定した。VR 空間サービスに演出や手持ちができるアイテムを投入することができるデータ登録型サービス。バーチャルキャスト以外のサービスでも連携を結ぶことが可能。ユーザーが バーチャル空間の環境を構築できるザシードオンラインの構想も発表され2019年2月23日にアルファ版が公開された。これにより VR 空間内で使用できるアイテムやゲーム機能、その他特殊演出の開発と公開が可能になる。これらはバーチャルキャストのほか、カスタムキャストやショールーム V へも対応する。 2020年3月下旬には取り込めるアイテムの上限解放や販売のシステムを実装したベータ版が公開。2020年夏に本稼働の完成版が公開された。2021年3月末には、素経由で AR 表示を可能にしたアプリがリリースされた。視聴者からのギフティング機能。バーチャル空間内に接触可能なアイテムを投入することができる。 2018年8月よりニコニコ生放送ではニコニコが行っているクリエイター奨励プログラムの一つとして V ギフトのみ対応2019年11月28日以降はショールームのギフティングにも対応した YouTube のスーパーチャットの場合はメッセージが記載されたカード上のアイテムで送られる2020年11月12日のアップデートで ベータ版から使用可能になった機能。実装前までにあった全体交流用の空間を、スタジオ、ユーザー個人が詳細に制作可能なルームとして分離。ルームでは、自身及び遊びに来たユーザーが設置したベシーは、部屋自体を切り替えてのそのまま残るようになっている。また、コライダーに対応した。ドアン後においては、インフィニットループと配信をニコニコ生放送で行う。 バーチルカストのシステムを経営しているが、2018年7月から12月の第一期最終赤字が1億5650万円に至った。また、2019年4月22日に新事業、トゥーンデッドに切り替えて赤字補填のため、同年4月15日にベトゥーバー事業主会社、リドおよび、ウユウ運営の渡辺アマダクションは解散されている。 2019年10月1日付で、書き内容を含む、製品開発、運用の拡充のため、第三者割当増資等による、約10億円の資金調達を行った。その他、教育機関、リモートワークでの交流手段など、多方面での活用を提示している。ドアンゴ学園が運営している、N 高等学校、S 高等学校でも運用を予定する。AR 部門では、 映像配信を通じて、現実のライブ会場と違和感なく、リアルタイム合成する AR ライブシステム、ポラリスが提供されている。ありがとうございます。